県内の今日の新型コロナ感染状況です。浜松市64人、静岡市60人、御殿場市16人、沼津市12人、藤枝市11人など、合わせて234人の感染が発表されました。先週に比べて153人減り、21日、ちょうど3週間連続で前の週の同じ曜日を下回りました。感染者なし、 もしくは一桁台で抑えられた自治体は30の市と町にまで増えています死者の発表はありませんでした新たなクラスターは1件で沼津市の沼津リハビリテーション病院で7人となっています、はい、ではカレンダーで日別の感染者数をお伝えします青いところが前の週の同じ曜日を下回ったところです 5月の8日から出しているんですが、もうほとんどが前の週の同じ曜日を下回っている状況です。21日連続で前の週の同じ曜日を下回っています。今日は234人でした。では、静岡県の医療状況です。今日、正午時点です。病床使用率は8.9%です。現在入院しているのは54人。そして重症病床使用率は1.8%。今、1人が入院しています。 昨日公表時点の3回目のワクチン接種率です全年代で静岡県は62%全国平均の全年代が60.1%ですので上回っていますそして65歳以上に関しても静岡県は89.8%全国平均が89.5%ですのでこちらも全国平均を上回っている状況です 感染者数は減少傾向、そして3回目のワクチン接種率も少しずつ上がってきている状況です。